北ピップ駅は北海道上川郡ピップ町北5011号にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W35。2020年3月14日、改正時点では下り6本上り4本の普通列車が停車していた。1977年の北ピップ駅と周囲約500メートル範囲。上が名寄方面。 名寄川に11号道の踏切がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1947年の北長山狩り、乗降場の開設後、ピップ村内で駅の開設機運が高まり、1954年より運動が本格化、翌年の起動車列車運行開始に伴い、南ピップ駅と合わせ狩り乗降場として開設された。 ピップの北部にあることから、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の東側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅で、駅舎はなかったが、ホーム北側の出入り口付近に待合所を有した。コンクリートブロック作りの待合所と木製デッキのホームとなっていた。ホームは、 っかない方にスロープを有志駅施設外に連絡していた。ホームの有効長は一両分であった。便所は設置されていなかった。上川盆地の稲作地帯の中にある。ホームからは大雪山系の山々が望める。北ピップカリ乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。